はい、あ、はい、ということで今日もやってまいりました哲也の料理日記のコーナーでございます。やっぱ料理といえばですね、これですよ、忘れちゃいけないもの。そう、味噌汁でございます。今日は早速味噌汁の作り方をね、教えていきましょう。新しいメニューの初日っていうのはですね、基本的にはこうレシピを見ずにやって失敗から学んでいく形がね、この僕のスタイルでありますので、とりあえずね、見よう見まねでやってみたいと思います。で、水を入れます。多くない？多い？ああ、何人分作らない？3人分でね、とりあえずお椀で3杯水やればいいんじゃない？あっ、待って、お椀がね、お椀がね、茶碗がね、コップいいや、コップ、あ、コップでいきましょう。じゃあまあ多めに作っちゃうよ。だって別にずっと保存して食えるしね。無理よ、今の時期は。そうなの？次の日でも食えないの？無理無理。次の日ダメなの？味噌系はやめた方がいいよ。マジか。まあ今日食えばいいか。まず温めます、多分。で、その間にね、具材を用意しましょう。白菜を切りましょうね。あ、違う、白菜は最後だ。白菜はきっと最後だ。いや違う、白菜が最初だ。もう昨日の動画のコメントで本当になんか鶏肉の解凍の仕方とかめちゃくちゃいろいろとね教えてくれたわけで、すごく僕は成長できましたので、皆さんも一緒にね、僕が成長していきましょう。包丁を切ります。包丁を切ります。見えないね、見えない、全部中途半端だな、この位置。取っていこうか。ちょっと、あ、やってほしい。きっとこの芯の部分を切ります。わかんないから、こう一の一枚剥がしてくれる。あ、こんな分解するもん。芯を最初に切っちゃったんですか。あ、そういうことか。芯から切るとバラバラになるわけだ。切りましょう。ざっくりと切っていきます。文字通り。まあでも白菜がメインになるんだね、具の。僕白菜大好きなんで。あれ待って、俺結構2日分、3日分ぐらいのつもりで買ったんだけど、いって、あっ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 、映せない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 、やっちゃった、映せない、映せない、映せない、やっちゃった、いって、いって、待って、マジのやつだ。あかん、あかん、あかん。まずどこまでいった、これ。やばい、待って、映せん、映せない、マジで映せない、それと。ちょ、一回見てみて、これ画面上で。これやばい、これやばい。お料理日記5日目にしてマジのやつやった。待って、痛すぎる、痛すぎる。待って待って、やばいやばい、血に染まる、朱に染まる。いって、あー、ちょっと一回一回足の料理に切り終わりしましょう。さよなら。